フルコーラス、おこの歌をという感じです。76番三角涼さん、ともこ。皆さん、ともこの話聞いてください。ともこと二人で暮らした頃、ハッピーでラブな日々だった。買い物に行ってきますって、ともこ行ってらっしゃい、気ぃつけてねって私。それっきりかれこれ1年にもなるべか、買い物に行ったきり帰ってこないおなごってどこにいるもんだべか。寂しくて恋しくて、ともこの履いてたパンティいつも頬ずりしてるの。たまにかぶって歩いたりしてるの。ともこ歯のきれいな人嫌い、髪の毛きちんと分けてる人も嫌い、男のくせにおでこをつけてる人大嫌い。トモコどんな汚い格好でもいいの、心の綺麗な人だって言うから。私1年ぐらいダメか、歯も磨かないで頭の毛ボサボサで風呂なんか入ったこともね。したらトモコ汚すぎるってトモコ探して旅に出た。盛岡、仙台、福島、山形、ぐるーっと回った。ともこの田舎秋田だって聞いて秋田訪ねていった。そしたらアパートの管理人が出てきて、ああその人ならたった今出て行きましたよ。どこへ行ったかわかりますか？青森にいるようなこと言ってましたよ。青森訪ねてみれば別人ですんごく綺麗で、秋の函館、トモコのいるところが分かった。アパートの下からトモコ俺だよって言ったら、トモコ窓から顔をベロッと出していきなりわーっと泣いて、どうしたのトモコその大きなお腹して、食べ過ぎたのって言ったら、子供できたの、あれ誰の子供なのって聞いたら、知らないって。かわいそうなトモコ、トモコが亡くなりました。3年目の秋になります。Oh.
らした。三住さんのディナーショーみたいになってしまいました。吉さんも喜んでるでしょう。